なんか飲んじゃったよもうもうこれしか残ってないよということでですね、お前またパブネタかって言われるかもしれないですけども、パブネタじゃないんです。今ですねいるのはビクトリアの駅のそばの、ザ・ビクトリアっていうパブだっけ、そのまんまの名前の、はい、確か、うん、そこにいるんですけども、最近ちょっと発見して、うん、あの意外と居心地いいなっていうパブなんですけど、まあ今日は外にいるんですが、はい、そういうわけで「さくともチャンネル」ですということでですね、今回は、皆さんがご旅行の際に、お金をどう運用するか、うん、その上で意外と便利な、カードがあるっていうことが分かって、うん、まあ知ってる方は知ってると思うんですけれども、あのレボリュートっていうカードがあるんですね。その辺についてちょっと海外旅行に結構使い勝手のいいカードなんで、うん、それをちょっとご案内したいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。教えて佐久間さん。今回ですね、皆さんが海外旅行されるときにちょっとお金を持っていこうというときにですね、現金両替する方もいますよね、うん、やっぱり、まあ、ロンドンはもう本当に現金社会がもうなくなってきているに等しい状態なので、まあ、現金持ってこないでいいですよって言っても間違いじゃないぐらいね、うん、もうカード社会携帯で生産できる時代になっちゃったんですけれども、それでもやっぱり現金持ってきたい。で、現金持ってくるとなると日本で両替をするとなるとやっぱり両替手数料、あと為替の手数料とかね、いろいろかかっちゃって、為替の金額よりもよっぽど高い値段で両替しなくちゃいけない。ましてや今円安の時代なので、うん、いかにねそこをあの余分な手数料をかけずにね、海外旅行を楽しむかっていう結構重要なポイントになってくると思うんですよね。はい、で皆さんがいろいろお持ちのカードって あると思うんですけれども、例えば単純にこれ私の持ってるカードをちょっとご案内するんですが、これなんかはクレジットカード、うん、クレジットカードでお買い物をして、でこれはやっぱりこういうコンタクトレスのマークがついてるので、うん、コンタクトレスでピッてやってね生産できますけれども、クレジットカードこういうので使うことも可能です、うん、でクレジットカードの場合は要するに1ヶ月間使った金額を1ヶ月後に銀行から引き落とされるっていうね、それがクレジットカードの特徴ですよね、うん、そういう使い方が一つできます。もう一つはデイビットカード、うん、これ私のイギリスのデイビットカードなんですけども、デイビットカードは銀行直結型で使えばそのまま銀行の口座から引かれていくっていうね、うん、こういうカードでも同じようにコンタクトレスのマークがついているので、こういうのでお会計をしていただくことは可能です、うん、でもちろん前にも言ってますけれども、何公共交通機関もね、うん、今乗れるってこれでね、はい、オイスターカードのように使えると、で同じオイスターカードのようにキャップを利用できるので、オイスターカードを購入しないでも用意しなくてもこのカードで、オイスターカードと同じような使い方ができる、はい、でこれが以外に最近今イギリスで、すごく一般的に使われるようになってきている、特に海外旅行をイギリスの方たちもまたは日本の方たちでも使うようになってきているので聞いたことあるかもしれないと思うのが、このレボリュートっていうカードなんですね、うん、でレボリュートカードはイギリスで生まれたカードなんですね、うん、2015年に生まれたのかな。で日本の方でも2020年から始まってます経営が、はい、だから日本の方でこのカードを作ることは可能です、うん、でもちろん携帯のアプリもありますので、はい、携帯のアプリにもね入れてその携帯で生産することも可能です。でこれは何かっていうと銀行直結とかクレジットカード会社直結っていうよりももちろんクレジットカード会社が関係してくるんですけれども、うん、要は日本でいうプリペイドカードみたいにここにお金を入れておくっていうのがまず前提なんですね、うん、はい、カードでこのお金を日本円で入れたらポンドに、振り替えができるという、うん、全世界の、今のところはっきりしているのは35カ国の通貨がこのカード1枚で自分でアメリカドルにするとか
ヨーロッパのユーロに変えるとかイギリスのポンドに変えるっていうことが日本円をここに貯蓄っていうか、まあ、振り込むことによって、うん、さらに現地の通貨に変えることができるんですね、はい、でこれの何がすごいかっていうと現地通貨に変えるときに75万円までは、為替手数料取られないんですよ、うん、だから市場の為替の金額で変えられると、うん、だから両替所で手数料取られるのと全然違ってその手数料がかからないんですね、うん、すごい便利な話ですよね、はい、お金が 得するっていうかその時の為替でお金が変えられるんでだから日本円で入れといて旅行する前に為替の状況を見てお今安くなったなっていう時にポンドに変えておくとかっていうすると意外と得をできるカードになってます、うん、でただ一つ条件があるのは、まあ、世界的なニューヨーク為替市場、うん、その為替市場が営業してない時間に両替をすると手数料取られちゃうんですね、1% だったかな。だから日本の時間ニューヨーク為替市場の休みの時間って日本の時間にすると大体ね土日なんですよ、うん、で月曜日の早朝までかな、うん、の間に買えない要するに平日の時に平日の日中に買えれば75万円までは両替手数料取られないと為替手数料は取られないという便利なカードになっています、うん、だからデイビットカードやクレジットカードになるとそこの為替手数料プラス為替手数料とあと換金手数料みたいないろいろ取られちゃうんですけれども、うん、これを使ってれば取られないで同じようにアプリを入れちゃえばアプリの携帯で生産もできます、はい、ただもう一つこのカードを、ね、発行するっていう手続きがあるんですよ、うん、でカードもこのデザインが要は無料で発行してもらえるもの、うん、でシルバーとかちょっと変わったおしゃれなカードもあるんですね、うん、それはやっぱりその会員制度があって年会費がかかっていっちゃう、うん、月会費がかかっていっちゃうんですけど、うん、私が持ってるこのデザインのものであれば、まあ、日本でこのデザインを出してるか分かんないんですけどもあのデザインはちょっと違うかもしれませんが無料で発行してもらえます、はい、まあ、送料かかっちゃうかもしれません。で無料で発行してもらったカードこのカードで何が便利かっつったらキャッシングもできるんですよ、うん、キャッシングっていうか銀行カードにお金を引き出せるんです、うん、日本円にして2万5000円までは手数料なしでお金が引き出せます、うん、だから現地でどうしても、現金が必要になっちゃったという時にはこのカードで銀行のところにスッと差し込んで打ち込めば暗証番号設定してあると思うので暗証番号で打ち込めば日本円の金額で2万5000円までは手数料なしでポンド、ユーロ、ドルが引き出すことが可能です、うん、だから非常にね便利なカードになってます、はい、みんなの思い出写真展チェルシーのキングスロード沿いにあるワールズエンドに行かれたんですね。2023年12月25年ぶりに訪れたとのこと。思いもひとしおだったのではないでしょうか。ビビアン・ウェストウッドの最初に作った1号店そしてセックスピストルズ発祥の地逆回転時計も印象的ですよね。ハッシュタグサクトモガで X にご投稿ください。でイギリスの国民の人もね結構ねこれを使っている人これを使ってる人多くって、うん、あのヨーロッパ海外旅行するときなんかに自分のお金を例えば100ポンドここに入れといてで、50ポンドユーロに変えといて、うん、そうすると海外行ったときにこれをタッチすればユーロで引かれるようになるんですね、うん、だから日本円でこれを入れてポンドに引き換えをしておいてでこっちイギリス来たときにこれでタッチ精算すると両替しておいたポンドからちゃんと引かれるようになってるので余計なお金がかからなくなります。なのでこれはね非常に海外旅行に便利だと思うので日本の方でも発行あとは入手することができるようになってますのでデブルートはイギリスのみならずアメリカやヨーロッパ他の国ユーロの方に旅行するときにも便利なカードこれを一つ持ってると海外旅行で非常にお金回りが便利になる
ですね。なので 実は私もね、その噂を聞いて最近作ったんですけれども、ちょっと、夏前にヨーロッパに旅行する予定でいるので、うん、これをちょっと活用してみようかなと思っております。はい、またなんかいろいろそういう更新情報がありましたらご案内したいと思いますけども、ぜひレボリュート作っておいていただけると、まあ、いいのは、うん、チャージした分最悪落としたりなくしたり盗まれても、うん、自分がチャージした分しか損はないと。そうで、うん、その上、紛失の際の保証もクレジットカード等と一緒に保証されてますので、うんうん、日本もそういう正規のちゃんとカードとして、認可をされてるらしいので、はい、保険の方もね降りると思いますので、うん、はい、まあだから使いそうな金額だけね、うん、ポンドに両替しておいておけば非常に便利なカードだと思いますので、ぜひロンドンいらっしゃるときにレボリュート作っていただけると、 Wi-Fi マークもありますので、 Wi-Fi じゃないけどこのマークもあるのでこれで交通網も乗れるとなっております。はい、はい、なんとなく分かった？今あんま聞いてなかったです。何それ。もう一回見直してちゃんと。私何回見ると思ってるんですか、編集しながら。そうね、そうね。俺はこれでね、終わったらこれで忘れちゃうからね。で、トモさんが編集したものを見て、おお、上手にできてんじゃん、面白く、みたいなね。そんな感じでございます。はい。ではでは、ぜひチャンネル登録、グッド評価いただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今日はこの辺で、これからね、まだ一仕事あるんでね、これ以上飲まないようにしたいと思います。もじもじタイムになっちゃうから。さようなら。